才木にまた救われる。阪神、才木が今季3度目の完封で見事チームの連敗を5で止めた。阪神は森下の初回先頭打者本塁打の1点を守りきり、才木は無四球でシャットアウト。リーグトップに並ぶ6勝目を挙げた。9回は無四1、2塁の大ピンチを招いたものの、外を併殺に打ち取り、強打者ポランコをセカンドゴロに打ち取った。初回先頭打者本塁打のみの1対0での勝利はプロ野球史上14度目、セリーグでは8度目の偉業だ。岡田監督もそやそや、何回目やこれ、あいつが連敗を止めたのは、と才木をたたえ、おう、コントロールも良かったしな、球数も全然大丈夫やったからな、もう今日は才木に任すしかあれへん、と才木への絶対的信頼を口にしたが、湿っている打線について質問が及ぶと、はあ、しんどいわ、と沈黙した。神様、仏様、才木様。才木と森下の若手が活躍してワクワクしたわ。この窮地をまたしても救世主才木が救ってくれたな。今日も岡田監督は投手交代をしなかったし、バッターは連打も出ないし、采配したのはミエセス選手に守備固めの島田を送ったくらいか。はあ、しんど、この言葉につきます。ファンもしんどいです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。